アンティーブは、フランス南部のアルトマリティーム県にあるコミューン。アンティーブは、フランス南部の地中海、コートダジュールに面した都市で、カンヌとニースの間に位置している。旧市街にある、ピカソ美術館やレーモン・ペーネとユーモラスな、作家美術館リビエラ特有の穏やかな海景が、楽しめるアンティーブ岬などが観光スポットで、夏のバカンスで、観光客が賑わう区域である。出身者に、映画監督のクリストフ・ガンズがいる。1785年に描かれたアンティーブ地形的に外から保護されている港のため町は長期にわたり重要な貿易拠点であった。フランスが最終的に支配権を得るまで様々な人によって統治されていた。紀元前43年、アンティーブは公式にローマ帝国に併合され支配が500年続いた。ローマ人はアンティーブをこの地域で一番大きい町に変え、ガリアへの主要な入り口とした。水道橋や要塞壁、アンフォラは今日でも見ることができる。476年に西ローマ帝国が滅亡すると、様々な異民族がアンティーブにやってきた。その主な結果として、町の破壊と長期にわたる不安定な社会をもたらした。10世紀に領主ロドワールによって、広範囲な要塞壁と城が築かれた。その後の200年、町は復興期を経験した。アンティーブの繁栄は長続きしなかった。地域全体が数世紀にわたり無秩序な状態に陥った。住人は郊外で被害の多かった一連の戦いや疫病を避ける強固な町の壁の内側で生活していた。15世紀末までに町全体がフランス国王ルイ11世の保護、支配下となった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降INSEE。ありがとうございます。